で開けるんじゃないかな。とかでは。何ボタンですか？車があるんですけど、車が乗れないんですかね。バーキックは一見綺麗なんですけど。いや、手出るとかまでやってないんで、それすらもわからないという。動画を見る限り、なんか熊に追いかけられてたような気がしちゃいます。ハングライダーで飛んだりしてましたね、さっきの動画だと。ああ。完成は来年の8月って書いてありました。はい。それはちょっと動画にして撮るべきでした。初見プレイで。軽いな、これ。食べときた。なんかドアをなんか開けるとき前はすごいうるさかったんです。キャブル音が。マスのその感度の調整でやりづらいです。僕の場合は。三人称視点で、なんかピーキー音が変なこと。
や、何も起きないですね。こっちだと。開けた。今グレネード取ったらなんか聞こえましたね。あっちの音かな、もしかすると。はい。あ、僕の方も聞こえた。どういうゲームなんですかね。見えないスナイパーを探すっていう。移動しているなら、まあ、分からないという。今なんかグレネードが湧く家の前でもなんか着弾音が聞こえました。環境によって違うとかですね、その相手の。
山の上、季節が来てたらわかんないです。ああ、なるほど。暑いな。ことなんか、ブレるというか、うまく得られないんじゃないですか。なるほど。
演出的な狙撃と見つけられないという。スナイパーの実態を配置させしてないとかいう可能性もあります。鳴らせる演出で音を鳴らすように設定してるけど、どこもいないという。死ぬゲームオーバーがなくて、延々この地獄のループから抜け出せないという。あれじゃないですか、ゲームをなんか終了させることが唯一のクリアなんじゃないですかね。もしかしたら。あ、これはかなり面白いあれゲームでしょ。おそらく二度と起動しないと思います。顔がひどすぎる、これ。
終了させると、なんかカーソルがうまくエグジットに行かなくて、終了できないですよ。画面切り替えて、なんか、アプリケーション終了させないと、できます？あ、ずれてんのかな？ちゃんとそれ動きます。